改めまして、こんにちは。田沢音と言います。今日はこちらの、鞍馬寺の奉納演奏ということで、先ほどの奉納の舞がありましたけど、その後一番手として演奏させていただいています。最初に紹介がありましたが、風鈴演奏家という名前で活動しています。京都の東山に風鈴ハウス数所という場所がありまして、そこを拠点に年間100回以上のコンサートを行っています。で、鞍馬はですね、大好きな場所でして、しょっちゅう足を運んでいます。先週も仲間と一緒に来て、この上のですね、行きましたでしょうか、大杉権現、あの場所が好きで、あそこでいつも自分が作った音玉という笛なんですけども、これを演奏しています。伝説によりますと、大杉権現には金星人が降り立ったという話がありまして、これでですね、行進をしているんですね。ですから今日は、風鈴というよりはこの音玉を中心に聴いていただければと思います。Yeah.